こんにちは、速稼塾の久保です。この億万長者合宿シリーズもね、どんどん続いて、もうすでに新しいシリーズも100話になろうとしてますね。100話ってことはもう1000話終わったなみたいな感じしませんか？なんかすでにね、もうこういう風な、まさに呼吸なんですけども、呼吸をするように動画を撮り、呼吸をするように動画を見ていく。そして動画を見るとまたね、別の動画のネタができるみたいなね。まあ見なくてもネタはできるんですけども、見たらよりね、できますよね。最近ね、いくつか面白いなと思う点があって、それはですね、またコンビニでパンを買ってきて食べたんですよ。まあ、そこにコメントがつくわけですよね。再生数は10とか20とかです。でもコメントがつくんですよ。あ、そしてですね、それとは真反対なんですけども、数年前に撮った動画に未だにコメントが続くんですよね。最近気がついたのは、若者が自動車離れ、これ本当にそういうことが起きてるんだろうかみたいな動画で適当なことを喋ってるんですけども、そうするとですね、コメント欄に、私の都道府県はこうですとかね、私は今こういう年代ですけどとかね、自分の時はそうでしたとかね、いろいろと自分なりの見解を書いてくれるんですよね。私からすると、その見解を自分の動画でアップロードした方がその人たち得なのに、私のコメント欄に書いていただけると私が得するなって感じで、まさにこれがお金が集まる流れなのかなと思うんですよ。そうなんですよね。今回はだから集まるっていうね、ところでまたテーマを出してみようかと思います。もう私は情報発信をパーッとね、世界中にしてるわけですけども、受け取ってくださる方、再生してくださる方はいくら世界中に送ってもそんなに多くはありません。電波は世界中に行くんですけども、でも基本的に日本語を理解できる人しかまずはね、リーチしないんですよね。そのリーチした方の中でたまたま私のサムネイルが気になった、もしくは表示された、だからクリックしちゃったっていう方を目当てにやってますんで、本当にね、この75億人ともいえる地球人類に送ったメッセージの中で反応してくださる方が本当に10名とか20名なんですよ。いやでもね、奇跡的なことがやっぱ起きるんですよね。その10名とか20名ぐらいしか見てないのにコメントが入るみたいなね。要するにコメントが私に集中してきるわけなんですよ。だから呼吸に例えると、私の吐く息っていうのは世界中に広がるんですけども、息を吸おうと思ったら世界中から集まってくるみたいな、そんな感じじゃないですかね。集まってくるということです。ありがたいなと。情報が集まってくればお金が集まってくる。なぜなら情報は人がもたらすからなんですよね。同じようにお金も人がもたらすからなんですよ。だからいかにアップロードすることが、いかに発信することが大事なのかってことがこれでわかるんですよね。で、もう一つ動画の件なんですけども、数年前に撮った動画の中で、明日のジョーの矢吹ジョーは死んだのか生きてるのか、一体矢吹ジョーの年齢は何歳なのかを推定するみたいな、この2つのテーマでアップロードしたんですよね。で、私の動画っていうのは、まず一つね、生きてるのか死んでるかに関しましてはきちんとしたプロフェッショナルの見解があるんですよ。2点。しかも1人は生物学者の方、もう一人は、原作者、千葉哲也さんです。だから原作者が言ってるんだから間違いねえだろうと思ったんですよね。で、いろいろ書いたっていうか、動画ですから喋ってたんですけども、一つはね、解剖学の権威の上野さんっていう方だったかな、宇宙人の解剖した動画を見てコメントを出してたこともあるぐらい死亡学の権威なんですけども、その方がね、あ、明日のジョーは死んでないよこれって、死んでたら体中の筋肉が弛緩してとても座った状態を保てないから、これはまあ生きてるよねみたいな見解を出されてたんですよ。あ、なるほどなというふうに思いまして、私はそれで納得することにはしてるんですけども、あと一点、千葉哲也さんはね、この作品が完結した後に一枚のイラストとともにその後のストーリーを語ってるんですよ。これは原作者の浅森孝雄さんも原作に書いていたところなんですけども、数年後、ジョーは全ての試合を終えて、ライバルのカーロスと一緒に、残った日々を過ごしているみたいなね。そんな一文があるそうなんですよ。で、それをイラストにしたものがあって、白木陽子さんというヒロインが、ジョーの姿を見つめながらね、薄く微笑みを穏やかに送っているところ。そしてその先には、ジョーがどこかの療養施設かね、なんかね、サナトリウムみたいなところで、ぼやーっとね、日々を送ってるところが書かれてるんですよね。で、設定ではジョーは強度なパンチドランカーとなって余生を本当にね、思い出とともに
カールス・リベラと共に過ごしているというところらしいんですよ。うん、なんともね、あの野獣だったジョーがそんな老後を送っているかと思うと、なんとなく複雑な気持ちがしますけどね。そして老後と言いましたけども、うん、老人じゃないんですよね、まだね、矢吹城は。矢吹城はね、今ね、60数歳だということが分かっています。それは、矢吹城の年齢っていうのははっきりは分からないんですけども、まあ、プロのライセンスを持っているということとね、少年院に行っていることと、いろんな人と比較をして、このぐらいの年代じゃないかなっていうところと、あと、ライバルのね、金龍飛っていう東洋タイトルチャンピオンがいたんですけども、彼の年齢と彼の生まれた 年代が分かってるんですよね。そこから矢吹城との相関関係をいろいろとこりくり回していくと、まあ、矢吹城はね、私よりも10歳ぐらい年上なんじゃないかなってことが分かっています。でそれはね、ビデオの方であのお話ししてるんですけども、そういうふうに私は推定しましたと書いてましたね。そうするとね、これに反論があるんですよすごい反論だなと思いますけども、まあ人の考えは様々、私も一つの説にすぎませんので、頑強にね、私が正しいと言い張るつもりはないんですけども、これも自分なりの解釈を発信した結果、そうじゃないよ、こうだよっていうたくさんの人の意見が寄せられて、肯定的な意見もあればね、謎が解けましたっていう感謝のメールもあれば、逆にいや違うよ、お前何言ってんだよ、分かってもねえのにみたいなね、突っかかってくる人もいるということで、反応は様々だなと思いましたね。いや面白いですね、こうやって自分の作った動画に対して反応をいただけて、その反応を感じたものをまたこうやって動画にできるみたいなね。いや本当に映画って面白いですね。でこれをこの活動を続けることが私の収入源にもなってます、うん、だから毎日ね、インターネットから収入が上がらない日ってのはないですね、私はね。ちなみにみんなの銀行今見てみましょうか。みんなの銀行もあの仕組みが降りてきた時にもうすぐに使い始めて、で広め始めたんですよね。さすがに今もう新しい動画は作ってませんけども、はい、3000円入ってますね、やっぱりね。まあ入ってない日はないですね、本当にね。もう私もマックスいきますよ、もうそろそろ終わりですよ。もうそしたらみんなの銀行の動画をもう作れなくなっちゃいますよね。でも私はみんなの銀行っていうのを知って30万、でもみんなの銀行を知ったのに最初の 1000円とか1500円で終わってる人、この差は一重にずっとね、お金に対してこだわり続けてやったのか、それともやってないのかですよね。考えてみたら、みんなの銀行なんてすごくいいアフィリエイトで、私が経験したアフィリエイトの中で最も稼ぎやすくて、最もね取り組むのが簡単ですよ。だから簡単に結果も出ますよね。だからこれをやらずして、他のどんな難しいことやりたいんだと思います。残念なのは30万で頭打ちってことですよ。これ無限にね、これやらせてくれるんだったら、私ずっと毎日動画撮りますよ、ね、そしたら100万でも300万でも500万でも私の人生にみんなの銀行からもたらされるのになと思うんですけどね。じゃあ行ってらっしゃい。